シルクファミリーの桐生です。今日はゆかちゃんと一緒に、はい、あのブラについてご説明したいと思います。最近よくねお電話とか、はい、メールでご質問いただくのが割とある方、はい、私らないから、はい、あんまり言えないんだけど、はいはい、どのブラだったら使えますかってすごいご質問いただくんですよ。でうちの商品って基本的にはあの、まあ、日本人的なバストの方用なのでおすすめじゃないんですけど、それでもどうしても気持ちがいいのでここの製品使いたいって言ってくださるのね、はいはい、でみんなで一生懸命考えて、そうなんですね、はい、そうで割とね皆さん大きい方使っていいなって言われるのがあのこのタブランドのブラなんですよ、まあ、スポーツブラの雰囲気であれなんですけど、あの割とゆったりしてて、でこの辺のモールも気持ちがいいってシルクなのでこういう感じで、で柔らかいんですよね意外と。で紐がねちょっとこう調整効くんだけど、まあ、ちょっと長めかなって私思うんですけど、なんかあの皆さんすごい気持ちいいって大きい方、普通はもっとほらガチッとした、私らこんなのしてないから、はいはい、これも嫌いなんですけど、ね、そうあの支えがねすごいガチッとしたのを普段してはる方は、はいはい、これですごくゆったりしてるって言われるので、これが LL サイズね、はい、であの3色あってモカとあのベージュと黒があります。こちらもな試していただいてもいいかなって、大きい方ですね、はい、あの全部シルクでできてるので、あのタブランドで3000いくらかな今ね、3580円ですね、はい、でうちで作ってるので、例えばうちのスタッフで一番あの大きい人が F カップなんですよ誰とは言いませんが、ちょっとお電話も出てあるし、あので彼女が使えるのはこれだけだって言ってましたね。あのこれも、まあ、試してはれへんけどね、タブランドはこちら の, あの高級ストレッチシルクブラっていう、あのものすごくいい機能を買って、生地を買ってうちが作ってるんです。生地自体にこんなに伸縮があるんですね。で支える力もあるので、あの一切ここに硬いもん入れずにでもね支えれる、そうなんです、そうなんですってね、ないからねもうそうなんですしか言えないんだよね、私らって寂しいんですけど、ね、寂しい でも楽よ、はい、ない人楽よ。でこれが2色あ3色ですね、3色ですね、はいはい、あとグレーがあるのね、はい、この3色があります。こちらもねおすすめ、あのまあ生地が高いので、これ京都 の老舗の絹のお店で買ってる、これ今4800円ですね、はい、すごい気持ちいい生地 で、あのもう支えるの諦めたからホールドしてくれたらいいのよっていう方もいらっしゃるんですよ、うん、もうあのまあナイトブラ的に使いはるのかもしれないんですけど、その方におすすめがマウベリーラクカルブラ、これね、うん、割とあの生地の面が多いの で、 そ う、 です、ね、はい、そうそうそうしっかり割としっかりね、はい、ただ支える力はこの腹巻きなので、うん、ちょっとやっぱりこう、はい、だそうです、うん、うちのスタッフが言うには、うん、気持ちいいんだけど夜寝る時つけるぐらいですって、うん、昼間はちょっとやっぱり下がっちゃうのでっていうふうにね、うん、言ってますが、まあこの3点それとね、あの皆さんこうやっぱりどうしても支えるしっかりしたブラをつける方におすすめしたいのがこれなんですよ、ブラシート、はい、これもすごい人気です、ね、これめっちゃ人気 で、 人気で、私友達もね割と大きい人はねみんなこれ、はい、夏とかもすごい人気ですごい汗も吸ってくれて、はい、河川がそのまま当たらないので、あの一般に売ってるブラって大概河川がほとんどなんだよね、うんうんうん、それであの、まあ、このシルクブラでこう先にシルクブラじゃないわ、あのブラシートで先にこうね腹巻きを胸にする感じでつけていただいて、でその上からそのカチッとしたまあうんそう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 ですそうです、こういう感じね、でもそれで全く雰囲気違うそうです、あの気持ちいいって、めっちゃ買ってはるねみんなね、いくら作ってもなかなかあの間に合わないぐらい。それとねうちのスタッフがよくしてるのはやっぱ大きい人でどうしてもうちのブラでちょっとっていう若い人の場合、あのロング腹巻き、はい、これをねこっからしはるんですよでこっからして下まで腹巻きもでその上からブラをね河川のブラを、はい、あのつけてるスタッフがうちに何人かねいる感じですね、でそれもいいなと思います、
で、あとね、あんまり大きくない私たちにとって、はい、まあ、ゆかさんこれがお好き、はい、私これ好きです。私はもうね、あのブラしないで、あのカップ付きキャミソールとか、はいはい、カップ付きのタンクトップをつけてるので、ちょっと今日は自分の体験があんまり言えないんだけど、はい、これでもよかった。あれができる前これしてた。これすごい気持ちよくて、うん、で、これも人気なんだよね、夏特にね、ものすごく人気ですね、はい、これはチコリ、あ、これマルベリーリラックスブラね、はい、こちらチコリブラなんだけど、はい、これね、あの肌がすごい弱い人がまるっきりブラにしていただいたら、あの河川の縫い目も当たらないので、もうこれしかできませんっていう、あの肌が敏感な方、うんうんうん、いらっしゃいますね、たくさん、はいはい、これすごい気持ちのいい、あの高級な剣干しで編み上げたニットで、でそれでカットソーで作ってて、うん、4色、はい、M と L あります、はいはい、これが最近できて、割とこれも人気なんですけど、はいはい、ゆかさんの体型だとちょっと長い、はい、ちょっと長いっていうか、はい、ほんのちょっとなんですけど長いです。これはワンサイズかな、ワンサイズですね、あ、ベルガモットリラックスブラ、はい、でゆうちゃんが今度ぜひ試したいのがこれですよね。そうね、今日ね、こう私たちが話してたら、それどうですかってすごい真剣に聞いてくるから、はい、気になってた、気になって、あの自分が絶対試したいと、はい、これね、こんなに伸びるんですよね。で、外側がコットンで内側シルク、こんな感じで、カップも入ります、下から。だからシルクがあの肌に触れる感じで、そしてあの割とリニューアルを繰り返しててどんどん良くなってるので、あのこれしか嫌だっていう方もいらっしゃいます。ちょっとピタッとくんだよね。そうです、割とホールド感が、ホールド感って、はい、ちょっとあんまりね、ちょっとホールドが嫌な人っていうのはね、嫌な人は苦手かもしれないですね、うんうん、でも私もつけをもたつけれるそんな感じですね、はい、でこれブラシとこの色もあります、はい、アースグレーですね。じゃあこれぐらいで今日は、はい、ちょっと足早に、はい、あ、そう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 、あ、カップ忘れてた。カップね、あのこういう感じの外側がシルクで内側ウールっていうのを作ってるんです。もう完全に天然素材ですね。で洗うとこういうアーモンド型になって、もうわずかにですけどあのカーブがあります。でこれつけることでデトックス効果がね、やっぱり乳首からのね、デトックスもいくらシルクって言っても中にまあ河川つけちゃうとあれなので、こういうのをつけて、なんかめっちゃ売れてるのは売れてますね。はい、売れてます、売れてますね。一回洗うとこういうアーモンド型になるっていうことだけね、はい、でちょっとカーブがあの洗う方がつきます、はいはい、でこっちがちょっとライトじゃない方ですね、はい、まあまあいろいろありますので、またよろしくお願いいたします、はい、じゃあこれでいいのかな、はい、で普段あのうちにあるこのカップ紹介してんかったな、そうですね、普通の、あ、置いちゃったな、普通のこういうカップが M、はい、L でこれのスッキリタイプであります、はい、これが300円ぐらいね、そうですね、うん、はい、うん、お安いんです、はい、で軽いので、まあこれも楽なんで、はい、皆さんよくお買い上げいただいております、はい、じゃあこれでいいかな、はいはいはい、ありがとうございました。ちょっと長くなって申し訳ないです。失礼いたします。